で、ただ3月違うのは、振り替え受験を希望されない方には受験料を返金いたしますとはっきりと書かれましたね。使いづらいんですよね、本当にこのサイトね。本当もう、領収書を発行するしかないんだけど。見つかりませんよ、見つかりませんよ、全然。4月12日のテストは中止になってないですね。で、しかもさ、5月3日に追加試験っていうのが出てますね。トフルなんですけども、なんとですね、トフル家で受験できるっていうのが始まりました。始まりました。モチチャンネルです。今回はですね、そうです。先ほど知らせが飛び込んできましたね。まあ予想はしてましたけど、やっぱショックはショックですね。4月のトイックが中止になりました。まあ正確にはトイックリスニング&リーディング公開テスト。ね、4月12日のものが中止決定ということですね。まあ3月もね、中止になっちゃったし、3月に関してはまあサブチャンネルで喋ったのかな。なったんですけども、いやー困ったね。まあうちのチャンネルっていうのはやっぱりそのトイックのね時にすごい伸びるチャンネルでもあるので、まあそこはある意味まあ痛手は痛手なんですけど、それよりもやっぱまあトイックっていうのがもうさ生活の一部になっちゃってるので、ないとなんか変な感じですね。やっぱまあ年10回あって、仕事の関係上を毎年9回受けてたんですけど、やっぱその受けられない時期ってね、なんかすごい変な感じがするんですよ。僕だから7月がいつも受けられなかったんで、6月から9月まで空いちゃうんで毎年すごいね変な感じがして嫌だったんですけど、いやー今年はバンバン空いちゃうわけですね。234枠わけでしょ。月5月、5月もどうなるかわからないっていうことですね。で、しかもまあ今取材いっぱい受けてって、で言われるわけですよ。あ、すごい89回ですね。あと1回で90なんで中途半端なんですよ。で年10回あれば来年の頭にはまあ100回いけた可能性があったわけですけど、もう無理ですね。来年頭に100回もいけないもん。だから約100回、およそ100回みたいにね、言われることがね取材ですごい多いのですごいね嫌なんだけどな。はい。でどういう対応になるのかっていうのをちょっと見てみましょうね。まあ、受験者の安全を第一に協議した結果、2020年4月12日に実施を予定した第249回トイックリスニング&リーディング公開テストを中止することにしましたと。同テストにお申し込みいただいた皆様には振り替え受験の案内、そう振り替えがあるわけですね。3月と同じです。で、ただ3月違うのは、振り替え受験を希望されない方には受験料を返金いたしますとはっきりと書かれましたね。3月の時は書かれてなかったんですよ。どうも、コメント欄に来てたのでは、返金はできましたよっていうのは来てたんですが、4月の方はもう完全にお知らせとして返金できますとなりました。で、団体、企業、学校経由でお申し込みいただいた方については所属団体のご担当者様にお問い合わせくださいと。で、振り替えの場合は手続きは不要と、ね、自分で振り替え受験ができると。第251回トイックエランダール公開テスト6月28日ですね。2020年6月28日のものから第261回トイックエランダール公開テスト2021年5月の間に振り替えが可能だよってですね。まあ、僕は3月のダメだったやつはもう5月に振り替えてあります。なんでまあ4月のものをおそらく6月に振り替える形になりますね。で、返金をご希望される方は2020年4月13日月曜10時までにトイックプログラム対応受付フォームよりご連絡くださいと。そうですね、これフォーム申し込み、忘れちゃダメですので、それやったら自動的にあの振り替えのものになっちゃいますので、お気をつけください。返金を希望される方はですね、早めの手続きをすることをお勧めしますね。で、受付フォームにはまあ名前、住所、電話番号を、メールアドレスがもう最初から書いてありますね。最初から登録されているものが記入されてますね。で、なんでまあ簡単にできる感じですね。わかんないです。これ、この後送信したらどうなるのかわかんないですけど、送信しちゃったら返金手続きになっちゃうかもしれないので、ちょっと送信しませんが。で、就職進学等の目的で公式認証が必要な方ですね。だ、申し込みをしましたよっていう証明書を発行することは可能ですよってことですね。で、申し込み書のダウンロード方法っていうのがあって、ログインして、申し込み履歴のとこで、申し込み証明書を発行したいテストをクリックするっていう形でできるそうです。ちょっと見てみましょうか。申し込み履歴で、4月のものを見て、領収書を発行するしかないぞ。使いづらいんですよね、本当にこのサイトね。本当もう、いつも。領収書を発行するしかないんだけど。見つかりませんよ。見つかりませんよ、全然。このサイトってさ、
けわかんない、使いづらい。見つけた方お知らせください。私はそんな箇所見つかりません。あや BC さん、いつも使いづらいですこのサイト。必要な情報見つけられない、たどり着かないっていうのがいっぱいあります。申し込み証明書は PDF ファイルで出ると。コンビニ申し込みの人は3月30日に登録住所宛てに書面にて発送する。どのように返金されるかは、クレジットカード払いはクレジットカード会社を通して払われると。だから簡単ですね、これね、何もする必要ないですね。で、コンビニ楽天ペイ支払い、キャッシュポストという送金サービスで返金、銀行振込またはローソンの店舗で受け取れると。そうなんですね。次、リピート受験は適用されますかっていうね、ちょっとよくわかんないと思いますが、リピート受験っていうのは1年前に受けて、年にね1回受けたら、まあ、例えば3月に受けたとしたら、その次の3月が無料になるってやつです。毎回受けたらその月のが次の年無料になるって意味ではありません。なんか1回無料になるやつですね。わかんないです。僕はずっと自分の所属してた学校のバウチャー、クーポンですね、それ使って受けてて、まあ、今は自分でお金払ってますけど、お金払ってなかったんで、このリピート受験についてはあんま覚えてないです、どうやってるのか。バウチャーコードを使って申し込んだ場合、1年後のリピート受験割引はないですよ。もともとなんか書いてあるけど、これリピート受験が適用されるときにバウチャーコードで申し込んじゃうってこと、ちょっとよくわかんないけど、バウチャーコードとリピート受験のやつは一緒に使えないです。で、個人で申し込んだか団体で申し込んだか忘れちゃったと、自分で見ろ。で、まあこんな風にね、対応されているわけなんですが、まあこれから他の試験もね、どうなっていくのかって感じだよね。前回3月英検は実施されましたからね。で、毎週受けられる SCBT とかさ、毎週土日だよね。毎週土日受けられる SCBT とか、一体どうなっていくんだろうっていうふうにね、思いますね。で、そんな中ですね、対応が迫られている TOEFL なんですけども、なんとですね、TOEFL 家で受験できるっていうのが始まりました。自宅受験ですよ。びっくりしないですか？あ、日本は適用外です。残念ながら。はい、そんなんやっちゃったらさ、こんなんね、そんなよろしくないことが起こっちゃうに決まってんじゃない、そんなもんね。はい、日本、韓国、中国とか絶対やっちゃダメです。で、適用されるところですね。As of March 23rd, 2020, the test is available in the United States, Canada, Colombia, France, Germany, Italy, Spain, Hong Kong. かっこチャイナって書いてあるのが面白いね。And Macau ですね。Macau もかっこチャイナって書いてある。You must have computer equipment that meets the requirements for the test. ね、このミート。ね、満たすのミートですね。You must have a room that provides an acceptable environment for the test. ね、テストにね、ちゃんとふさわしい、ね、環境。どんな、なんでしょうね。まあ、いろんなね、チェックリストがついてて、そういった国だったら受けることができると。これからね、どうなっていくんでしょうね。まあ、やっぱ TOEIC はね、最大規模だから、まあ仕方ないかなっていう感じですけど、これから TOEFL とか IELTS とかね、どうなっていくのかなっていうふうに思ってますね。日本でもいろいろとなされるんですかね。一応見るところ、韓国では4月12日のテストは中止になってないですね。3月29日のは中止になってますね。で、しかもその分、各国の方は5月3日に追加試験っていうのが出てますね。すごいな、追加試験出てんだね。TOEIC スピーキングに関しては3月のものも実施されるみたいですね。すごいな、やるんですね。5月16日土曜日に追加試験と。5月にいっぱいやるんじゃないですか。そんなにやるんですね。韓国すごいな。ETS TOEIC の問題作ってるところですけど、そこが機能できなくなっちゃったらどうすんでしょうね。やばいですけどね、試験作れないじゃん。あ、もう作ってあんのかな。いやー、てかやっぱ TOEIC 大国はすごいですね。なんか対策というか、やっぱ受けさせるんですね。はい。こんな感じでですね、果たしてどうなっていくのか。まあ僕自身も不安な感じです。英語の試験。まあ一応、まあ英検、その毎週受けられる英検っていうのが実施されるんだったらね、ちょっと4月受験しようと思っているんですけど、どうなのか分かりません。はい。まあ大変だとは思いますが、まあ、頑張って乗り越えていけたらいいんじゃないかなと思います。僕もね、毎日、授業撮影し、授業をね、編集してますので、そう、自分でね、自分の授業を編集するっていう初めての経験なんですけども、ちょっとね、頑張っていきたいと思いますので、ぜひご期待ください。はい。ということで、今回はですね、4月の TOEIC 公開テストが中止されたということについてお話ししてみました。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. 高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。Sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.